等の高速鉄道路線及びその列車である。多くの列車が山陽新幹線に直通する運行体系が取られていることから、総称して東海道、山陽新幹線とも呼ばれる。世界初の高速鉄道であり、日本の新幹線としては最古の歴史を持つ。東海道新幹線の開業前、東西の大道脈である東海道本線は、 高度経済成長下で、線路容量が逼迫しており、抜本的な輸送力増強を迫られていた。これに対し日本国有鉄道は、東郷新寺国鉄総裁都議市長の島秀夫のもと、高速運転が可能な標準基新線を建設することを決定。1959年4月20日、新丹那トンネル、熱海口で、起工式を行って着工し、 東京オリンピック開会直前の1964年10月1日に開業した。計画段階では東海道新線と呼ばれていたが、開業時には東海道新幹線と命名された。新幹線という故障は、戦前に東京駅下関駅間で計画された弾丸列車の内部故障に由来すると言われている。なお、 開業後に当社のシートポケットに配置されていた、法日外国人旅行者向けの英語版リーフレットのタイトルは、ジャパンズブレッドトレーンから125マイルパーアワーと、あり、新幹線という言葉が国際的に定着する前は、弾丸列車という言葉をそのまま直訳して、使用していた。1987年4月1日の国鉄分割ミニエーカにより、 JR 東海が運営を継承した。西日本旅客鉄道が継承した、山陽新幹線とは、相互乗り入れが行われており、東海道新幹線区間のみで運転される列車にも、JR 西日本所有の車両が使用されることがある。2020年3月現在、東京駅から新大阪駅間の所要時間は、最速2時間21分。 最高速度時速2 8 5トルで運行されている。東京、名古屋、大阪の日本三大都市間を高速移動するための交通手段の一つであり、1日あたり列車本数365本、1日あたり輸送人員約45.2万人、年間収入約1兆2119億円など、世界有数の輸送サービスを提供している。 鉄道路線である。大都市近郊区間について、東海道新幹線の東京駅、熱海駅間は、東京近郊区間に含まれていないのに対し、前原駅から新大阪駅間は、大阪近郊区間に含まれている。歴史的には、新幹線と在来線の同一区間は、大都市近郊区間に含まれていたが、東日本旅客鉄道が1999年に、 東京近郊区間を東海道本線、熱海までに拡大した際に JR 東海は東海道新幹線東京駅熱海駅間を東京近郊区間に含めなかった JR 東海の在来線が存在しない地域まで路線が伸び両端の終着駅で自社の在来線に接続しない唯一の新幹線となっているまた東海道新幹線は 国鉄時代からの線路名称上では並行在来線である東海道本線の無名打線という扱いである。ただし国鉄分割民営化時に当時の運輸省に提出された事業基本計画や国土交通省監修、鉄道要覧では東海道本線とは別の路線として掲載されている。東海道本線が東京駅神戸駅間の路線であるのに対し、 東海道新幹線は、山陽新幹線開通後も東京駅から新大阪駅間である。なお、時刻表上では、山陽新幹線開通後は新幹線と表記されていたが、東北新幹線開通後は、東海道、山陽新幹線と、鮮明表記に戻っている。は、望みの停車駅東京駅岐阜羽島駅は、新幹線鉄道事業本部の直轄。 前原駅から新大阪駅はその下部組織にあたる関西支社の管轄である。各駅の構内配線及びホームの形式を表に示す。全列車が停車する駅では2面4線の構内配線が基本となる。すなわち、島式のホームを2面配置し、乗り場は上下線にそれぞれ2箇所、計4箇所を設ける構造である。 上下線とも相互発着によりそれぞれ2本の列車の同時停車ができ、相互の乗り換えが可能な配線である。一方、通過列車がある駅では本線に直接ホームを設けず、本線とは別に対比線を設置した上でホームを設ける構造が基本である。これは、ホームでの利用客と高速で通過する列車の距離を確保し、 風圧などによる事故を防ぐことを目的としている。この形式の大半は、本線の外側に対比線とホームを設置し、乗り場が2箇所となる、2面2線、通過線を採用しているほか、上下線のいずれかにもう1線を追加する、2面3線、通過線も前原駅と豊橋駅に、上下線ともに1線ずつ追加する、2面4線、通過線も岐阜羽島駅に見られる。 三島駅は本線の内側に対比線を設置した上で島式のホームを設ける一面二線通過線を採用。熱海駅は土地の制約条件などにより本線に直接ホームを設ける二面二線構造が採用されている。このうち本線にホームが存在して通過列車が設定されている熱海駅と 2008年3月14日まで、通過列車が設定されていた品川駅21.24番線と新横浜駅2.3番線は、通過列車による事故を防ぐ目的で、ホーム上にハーフハイト式、ホームドアを設け、小田原、三島、静岡、浜松、新大阪の各駅では転落防止策を設置している。その後、全列車停車駅となる東京、名古屋、京都の、 全ホームと品川駅22.23番線、新横浜駅1.4番線にも、既存の転落防止策に、戸袋の一部を取り付ける改造が実施された。これらは工述の通り、東海道新幹線を走行する車両は16両編成に、完全統一され、ドア位置も完全統一されているため、ホームドアの設置も、容易だったが、 新大阪駅に限っては8両編成も停車するため、異なるドア位置にも対応したホームドアが必要となり、2013年に設置された27番線以外は設置されていなかった。その後、開口部を広くした新型の開発の目途が立ったため、2019年から全ホームに順次設置される予定である。2015年4月現在、 すべての定期旅客列車が停車する駅の概要を記す。このうち、東京駅と新大阪駅は、東海道新幹線開業以来の全列車停車駅である。また、品川駅、新横浜駅、名古屋駅、京都駅は、過去に通過列車が存在したが、現在は全列車停車駅である。 東海道新幹線では開業当時より1970年代中頃までは、駅名表は、同線専用の独自様式のものが使用されていた。これは、当時の在来線の駅名表と比較して横長となり、ひらがな表記と全駅、自駅の表記を一切省略し、漢字と前代文字のローマ字の表記のみのものであった。しかし、この独自仕様の駅名表は、 東北、上越新幹線以降の新幹線では採用されず、東海道新幹線でも1970年代後半以降に、急速に在来線及び在来線の使用とほぼ、同じ使用の駅名表を採用した東北、上越新幹線以降のものと同じ駅名表、つまり、国鉄標準のものに交換され、漢字ローマ字表記の独自使用の駅名表は、短期間で消滅した。 その国鉄標準の駅名表も1990年代前半以降に全駅が JR 東海の新幹線用の使用のものに再び取り替えられた。また開業当時は在来線とは異なり東海道新幹線の駅構内及び列車内に広告を掲出することを一切禁止していたが駅名表交換と相前後した1977年頃より緩和され 形出が可能となった。神奈川県神奈川県では、新横浜駅と小田原駅の駅間距離が 51.2km と長いため、高座郡寒川町倉見付近に新駅を誘致している。しかし、JR 東海では、列車本数や駅の位置、ダイヤ状の観点、当時の会長、笠井隆之が定例会見で、琵琶湖立島を、 東海道新幹線最後の新駅とすると発言したことから実現が難しいとしていたが2010年6月2日 JR 東海は中央リニア新幹線の開業後寒川町に新駅開設を検討していると明らかにした静岡県静岡県では2009年6月4日に開港した静岡空港の空港連絡鉄道として 直下を通る東海道新幹線を利用できる、よう同空港への新幹線新駅の建設を要望している。JR 東海は、掛川駅との駅間距離が短すぎるほか、空港直下に駅を作るのは、技術的に困難としている。しかし、2013年9月23日、大田明弘国土交通大臣は、駅の設置について、 本格的な検討をすると発言している。また、同年12月には、リニア中央新幹線が開通するまでは、東京オリンピックと緊急時のみ営業する、臨時駅構想を明らかにしている。しかし JR 東海は新駅について、輸送力低下を理由に正式に否定している。滋賀県南美和湖駅建設予定地だった、場所滋賀県では、駅間距離が最長である。 前原駅京都駅間に南琵琶湖駅が2006年6月に着工されたが着工後に開業後の再算見込みが下方修正され同年には計画の凍結を唱える加田幸子が滋賀県知事に就任また地方債の記載が差し止められたなどの要因で資金調達は困難となった2007年10月24日の新駅設置促進協議会の政府会長会議で 滋賀県知事と立東市長の協議が決裂したことから、同月28日の同協議会総会で、建設中止が正式に決定した。本線の森土構造を、高架橋にする工事の必要性などにより、建設コストが高く、高費圧縮のために、地元から掛川方式による建設も提案されたが、JR 東海に断られた経緯もある。 2014年7月10日、JR 東海社長の告げ秀は、大阪市内で開いた定例会見で、滋賀県内の新幹線新駅は、整理が済んだ話。もう終わったと述べ、新駅設置の可能性に、極めて否定的な見解を示した。立東新駅の話があって、工事を始めた後、滋賀県から建設のお断りがあり、やむなく整理したと強調し、 この新駅拒絶で、滋賀県に、不信感を持った JR 東海は、立東以外の立地を含め、県側から、今後、設置の打診があった場合でも、原則応じる考えがないことを示唆した。東海道新幹線における、運行車両の変遷を以下に示す。東海道新幹線開業以来使用されてきた、営業車両について解説する。詳細については、 各車両記事を参照のこと。なお、営業用車両はいずれもブルーリボン賞、またはローレル賞の受賞実績を持つ。0形0形1964年の開業時に国鉄が投入した車両である。1986年までの20年以上にわたって3000両、余りが製造され、製造年度によって様々な仕様がある。登場時の最高速度は、 時速 210km であったが、1986年11月1日のダイヤ改正から1 0 0系に合わせ時速 220km に引き上げられた。全電動車方式を採用し、普通車、グリーン車のほかビュッフェと称する軽食サービスを提供する車両を組み込み、12両編成で登場した。その後1970年の大阪万博輸送に、 対応するため16両編成が登場。1975年には、山陽新幹線全線開業に合わせ、食堂車が組み込まれた。晩年はもっぱら、小玉に用いられ、指定席を1列4人掛けとするなどの車内改良が実施された。1999年に、後継車両への置き換えに伴い、東海道新幹線での営業運転を終了。 1 0 0系1 0 0系1 9 8 5年長期にわたり、製造され陳腐化した0系の置き換えを目的に、新幹線発のモデルチェンジ車両として登場した。国鉄及び民営化で誕生した JR 東海と JR 西日本によって、1992年までに約1000両が製造された。営業運転速度はこれまでより、 時速 10km 速い時速 220km に留まったものの、モーターの出力増強、新しいブレーキの採用により、16両編成のうち4両を、車両の床下にモーターを持たない付随車として、製造コスト削減。車内もアコモデーションアップが図られ、座席間隔の拡大により3人がけ座席を初めて回転可能としたほか、個室も設けられた。 また、グリーン車や、食堂車として2階建て車両を2両組み込んだことが、大きな特徴であり、JR 西日本では編成中4両を2階建て車両と、し、さらに時速 230km へ高速化を図った、グランド光編成も製造された。一方、JR 東海では、食堂車ではなく2階部分を、グリーン席とし、開花を、 カフェテリア方式の売店とした車両に設計変更して製造された。1999年に7 0 0系が営業運転を開始した直後から廃車が始まり、東海道新幹線での営業運転終了は2003年。望みの大増発に伴い、全列車の最高速度を時速 270km に引き上げたための措置であった。 3 0 0系3 0 0系東海道新幹線の高速化を図るため JR 東海が開発した車両。最高速度は時速 270km に引き上げられ、この車両とともに望みが登場。東京駅から新大阪駅間を従来より約30分早い2時間30分で結び、大幅な時間短縮を達成した。 JR 東海のほか JR 西日本でも製造され、1998年までにその数を約1000両とした。車体はこれまでの構成に代わりアルミニウム合金が採用されたほか、車内にも樹脂製部品が積極的に用いられ、徹底した軽量化が行われた。また、VVVF インバータ制御を用いた交流モーターを採用し、 旧来の直流モーターに比べ小型化、高出力化が図られた。一方、利用の減少が続いていた食堂車や、軽量化、低重心化の障害となる2階建て車両は組み込まず、普通車、グリーン車のみによる16両編成とした。この編成構成が、以後の東海道新幹線用車両の基本となった。 最高速度の向上により、大幅な所要時間短縮を達成した3 0 0系で、あったが、後継車両の投入が相次いだことにより2001年には、望みの定期運用を外れ、その後は、光、小玉の運用が主となり、2007年に n 7 0 0系の投入が始まると一部編成の廃車も始まった。2012年3月には、東海道、 山陽新幹線での運用を終了し、全廃となった。東海道新幹線から全廃した車両は、山陽新幹線内で残存する例が多いが、本形式は、両線区から同時に引退した、唯一の形式である。500系500系山陽新幹線の、さらなる高速化を目的として、JR 西日本が開発した車両であり、 新幹線発の時速 300km 運転を達成した。1997年東京駅博多駅間を直通する望みとして運用を開始し、新大阪駅博多駅間の所要時間を300、K より15分短縮して2時間17分とした。時速 300km という高速運転を実現するため、0K 以来の 全電動車編成とし、出力を増強。空気抵抗や、騒音の低減、高速運転に伴って生じるトンネルの爆音への対策のため、車体は角を落とした、円形断面として、断面積を縮小したほか、先頭車は15メートルに及ぶロングノーズに、キャノピー型の運転室を設けるなど、他の新幹線車両とは、外観上も異なっているのが特徴である。 16両編成9本、全144両が製造された。東京駅博多駅間を結ぶ、望みを中心に運用されてきたが、2007年より、後継の n 7 0 0系に徐々に、その運用を譲り、2010年に3 0 0系より先に、東海道新幹線での営業運転を終了し、8両に、短縮の上で、山陽新幹線の、小玉主体の運用に転じた。 700K700KJR 東海と JR 西日本の共同開発により1999年に営業運転を開始した車両。最高速度の低い0系や1 0 0系の置き換えを目的として製造された。500K は山陽新幹線での時速 300km 運行を可能としたが製造コストが高額である。 空力性能の重視によって、車内空間に制約がある、などの課題を抱えていた。また、線形条件の劣る東海道新幹線においては、3 0 0と同等の時速2 7 0トルに、止まり、コストに見合った性能が発揮できなかった。そこで7 0 0では、費用対効果を重視し、東海道、山陽新幹線全体の底上げを図るとともに、乗り心地、 快適性の改善に主眼が置かれた。最高速度は 500k より若干抑えた時速 285km とし、先頭形状は鴨の橋に似た独特の形状が採用された。この形状は車内空間への影響を最小限に止めつつトンネル引き圧波を抑制するものである。望み、光、小玉用16両編成として JR 東海。 JR 西日本により1200両が製造された。当初は、のぞみをメインに使われてきたが、2007年より、後継の N700K に徐々に、その運用を譲り、2010年に新大阪駅をまたぐ、のぞみの定期運用が終了。2017年には、東海道新幹線内16両編成で、運転される、光からも撤退。それ以降は 300K に変わり、 小玉での運用がメインとなっていた。その後、N700K の改良型である N700A が代替として導入され、2013年より初期編成から順に廃車が進行。東海道新幹線では2019年度末までに N700K に置き換えられて全廃されることになり、2020年3月1日の団体臨時列車をもって、 東海道新幹線での営業運転を終了した。N700K、N700K、N700K を基本に、最速、快適、環境への適合を、キーワードとして、さらなる性能向上を目指した車両。JR 東海、JR 西日本の共同開発により、2007年に営業運転を開始した。軽量化、空力性能の改善及びモーター出力の増強により、 500系以来となる山陽新幹線での時速 300km 運行を可能とした。東海道新幹線での最高速度は従来と同じ時速 270km に止まるものの加速性能の向上、新幹線初となる車体傾斜装置の導入により減速回数を少なくしたことで所要時間の短縮を達成している。外観は700系に準じるが、 エアロダブルウィングと称する戦闘形状、空気抵抗を低減する連結部は、全周ホロ、小さめの窓、大型のフルカラー LED による行き先表示などが特徴となっている。また車内は、全席禁煙とし、別に喫煙ルームが設けられた。500系、700系に代わり、望みへの投入が続けられ、2011年までに、総数が約1500両となった。 2012年まで製造後、2013年から3年間かけて、工術の N700A の導入に合わせ、JR 西日本所属編成を含む全編成が N700A と同様のスペックに改造された。工術する N700S 系の導入に伴い、2020年から置き換えが開始されている。 N700AN700A2011 年5月 JR 東海は N700K の改良型となる N700K1000 番台の頭文字の投入を決定2013年2月より運行を開始したブレーキ、車体傾車システム、接客設備の改良や低速走行装置の新規搭載など安全性、定時性の確保、環境性能、 乗り心地の観点から、数多くの改善が行われた。その後、JR 東海、JR 西日本両社により、N700A の増備と N700 軽初期車両の n 7 0 0ア相当への改造工事が進められ、2020年3月2日より、N700A に統一された。N700S、N700S2016 年6月24日。 N700K のさらなる進化を遂げた N700S を発表。乗車定員の1323席すべてに電源コンセントが設置されるほか、地震発生時の停止距離が5%短縮。異常時には、車内防犯カメラの映像を、総合指令所でも確認可能、自然災害等による長時間停電時においても避難が容易な場所まで自力走行が可能な。 新幹線では、初となる、バッテリー自走システムの搭載などの安全対策が強化されている。また、戦闘形状は、空気抵抗やトンネルに入る、際の騒音を軽減する改良がなされ、N700AK と比較して編成総重量の15トン軽量化や、使用電力量の7%削減に寄与している。2018年3月に試験車を登場させ、 2020年7月1日に営業運転を開始した。以上の新幹線営業車両の所言をまとめ下表に示す。形式によって複数の仕様を持つものは中期がない限り代表的な値を示した。増備中の形式の製造量数は括弧書きで記述。業務用車両923型 JR 東海は1989年の 小玉の最16両編成下以来、すべての旅客列車を16両編成で運行している。また、300系以降に製造した車両については、1編成1323席としており、座席数及び座席配置を統一している。さらに11号車には、車椅子スペース2席分を設けている。2010年に、 JR 西日本が開発した5 0 0系が、東海道新幹線での運行を終了したことにより、全列車の座席数及び座席配置が完全に、統一された。2020年春には7 0 0系の運用が終了し、全列車が、全席禁煙の n 7 0 0系となった。全列車の3.70.15号車に、喫煙室がある。2020年7月10日、 他社の新幹線と共に車椅子スペースを4台分に増やすと報道され、同月中に試験車両で検証を行う予定で、利用状況次第では6台分に増やすことが示唆されている。これにより一編成の座席数が数名分減り、車椅子スペースを4台分とした場合は1321名、6台分とした場合は1319名程度になる模様。なお、 JR 東日本の e 2系、e 5系、e 7系は、すでに4席分となっている。1964年の開業当初、東海道新幹線車両のチャイムは、在来線用の国鉄特急系電車と同様、鉄道消火が使われていた。その後、1968年から真ゆずみと作曲のチャイムに変更され、1972年からは、 4打点チャイムに変更された。2003年11月24日からは、列車の種別に関わらず編成によって、以下のチャイムが流れる。車内で乗務員らが使用する、列車無線は、2007年以降、アナログ方式から、デジタル方式に変更した上でネットワークを構築し、高速走行時でも安定した接続が可能となった。また、デジタル化に伴い、 運行状況など乗務員と司令員の間での更新情報量が増やせ、より安全で安定的な輸送が実現した。さらに、2009年春以降は、車内の連絡手段に PHS を導入し、三車間通話など、車外との通話に使用している。基本的には、運転士、車掌ともに、のぞみ号と光号の場合は、全区間投資乗務となっているが、 小玉号の場合は、名古屋駅で、必ず乗務交代となる。東海道新幹線を担当する、運輸所は、下記の5つの運輸所である。開業以来規則的なパターンダイヤを導入しており、早朝、夜間、臨時列車を除き基本的に停車駅及び、運転区間は1時間前、1時間後の同分発の、列車も、同じ列車種別、停車駅、運転区間である。 また、発着駅を周期的に変更する場合もある。2020年3月14日のダイヤ改正以来、1時間あたり最大で、望み12本、光2本、小玉2本の計16本の列車が設定されているが、このうち望み8本分のダイヤは主に臨時列車用である。2016年度現在、 一日あたり365本もの列車が走る過密ダイヤで年末年始やお盆などの繁忙期には一日430本近い列車が運行されている。また2016年8月10日には定期列車と臨時列車合わせて過去最高の432本が運行された。列車運行時間は住民への騒音などの配慮や 保守工事を安全のため夜間に集中的に行うことから6時から24時までとしており0時から6時までの間は営業運転を行わないただし事故や気象状況などによるダイヤの乱れが発生した時は運行時間延長の措置が取られることもあり延長時間分は原則運転をするまた2002年の FIFA ワールドカップ日韓大会では例外的に 臨時列車による深夜運行が行われたが、それに関しても原則運転となった。望みのうち1時間あたり2から3本は、東京駅から博多駅までの東海道、山陽新幹線全線を走破する。かつては500系、望みが同区間を最速4時間49分で結んでいた。その後、2008年に品川駅と新神戸駅が、 全列車停車駅となってからは、博多発東京駅最終の n 7 0 0系のぞみ64号が、博多駅東京駅間を4時間50分で、結んでいたが、東海道新幹線の最高速度が、時速 285km に引き上げられた2015年3月14日の、ダイヤ改正からは4時間47分、2017年3月4日の、 ダイヤ改正以降は4時間46分で結んでいる。望み、望みは1992年3月14日の300系統上と同時に新しく設定された最速達タイプの列車で本数は全体の約5割を占める。種別色は黄色。当初は東海道新幹線のみで始発と終発の1日に往復であったが、 翌1993年3月18日に、山陽新幹線へ1時間に1本乗り入れを開始し、その後もダイヤ改正の都度、少しずつ増発された。2003年10月のダイヤ改正以降は、光に変わる東海道、山陽新幹線の主軸列車として位置づけられ、大幅に増発された。品川駅、新横浜駅、名古屋駅、京都駅、 新大阪駅にのみ停車。また、当初は、朝の下り列車で、名古屋駅、京都駅に停車しない、のぞみ301号が運行されていたが、1997年11月29日の、ダイヤ改正時に廃止された。他の列車は、東京駅名古屋駅間ノンストップだったが、その後新横浜駅に停車する列車も設定され、 2003年10月1日の品川駅開業時のダイヤ改正で、すべての列車が新横浜駅、品川駅のいずれかに、2008年3月15日のダイヤ改正で両駅ともに停車するようになった。2020年3月14日のダイヤ改正以降、全列車が n 7 0 0系での運行となり、同年7月1日からは N700S も導入されている。 かつては7 0 0系、3 0 0系、5 0 0系も使用されていた。2021年3月13日ダイヤ改正以降、一部の望のみ号で N700S 専用ダイヤによる運転を予定しているが、後述の光、小玉と同様、運行トラブルや車両運用の都合などの理由で N700S 専用ダイヤを n 7 0 0系による運転とする場合がある。光、 光は、東海道新幹線開業時から存在する、速達タイプの列車。新幹線の代名詞であり、のぞみ登場後も、東海道、山陽新幹線の主軸列車に位置づけられていたが、2003年10月の品川駅開業に伴う、ダイヤ改正以降、のぞみの大増発と引き換えに本数が、全体の約2割に削減され、のぞみを補完する。 速達タイプという存在となった。種別色は赤色。のぞみ停車駅には全列車が停車し、これに加えて、小田原駅、または豊橋駅、岐阜橋島駅、前原駅に停車する列車と熱海駅、または三島駅、静岡駅、浜松駅に停車する列車が、それぞれ1時間あたり1本ずつ運行されている。このうち全車は、 東海道新幹線内で完結し、校舎は、山陽新幹線新大阪駅岡山駅、広島駅間に、各駅停車で乗り入れる。このほか東京駅名古屋駅間1日に往復、東京駅広島駅間で1日1往復、新横浜発広島駅1本、名古屋発博多駅1本、名古屋発広島駅1本が運行されている。 1996年3月改正より一部列車が2003年10月改正で全列車が時速 270km 運転となった。さらに2015年3月改正より折り列車1本が時速 285km 運転となっている。車両は静岡駅、浜松駅を通過する列車は全列車 N700 系両駅に停車する列車は 基本的に 700K が使用されていたが、2017年3月改正で、全列車 N700K に統一された。現在のところ臨時列車の設定が下り一本の光665号以外になく、その光665号も N700K が使用されており、東海道新幹線で最初に N700K に統一された種別となっている。2020年7月以降、 一部の、光でも N700S の運転が始まっている。2021年3月13日ダイヤ改正以降、一部の、光号で N700S 専用ダイヤによる運転を予定しているが、望み、小玉と同様、運行トラブルや車両運用の都合などの理由で、N700S 専用ダイヤを N700K による運転とする場合がある。小玉、小玉は、 東海道新幹線開業時から存在する各駅停車タイプの列車。本数は全体の約3割。種別色は青色。基本的に名古屋駅発着の列車と新大阪駅発着の列車がそれぞれ1時間あたり1本ずつ運行されている。岐阜橋島駅、米原駅に停車する光と合わせて、 東京駅から新大阪駅間の全駅で1時間あたり2本が確保されている。朝晩は通勤、通学輸送や夜間対白のために、区間列車も運行されている。JR 発足時は全列車の最高速度が時速 220km であったが、2003年10月改正で時速 270km に2020年3月改正で、 時速 285km に引き上げられた。全列車が N700K を使用している。平日のみ普通車全車自由席の列車もある。車内販売は2012年3月17日のダイヤ改正をもって全廃された。2021年3月13日ダイヤ改正以降、一部の小玉号で N700S による運転を予定しているが、運行トラブルや、 車両運用の都合などの理由で N700S 専用ダイヤを N700K による運転とする場合がある。その他東京駅から新大阪駅間最速列車の所要時間の推移を示す。後述の歴史の節も合わせて参照されたい。船内で最も急な半径500メートルのカーブを 通過する N700 系東海道新幹線は短い後期で開業にこぎつけた経緯から路盤の安定を配慮し開業後1年間は奈良市運転の意味合いで東京駅と新大阪駅の間を光では4時間、小玉では5時間で運転した開業翌年以降は光が予定通りの3時間10分で運転1985年以降は徐々に 速度向上が図られた。同年3月14日のダイヤ改正では、光の余裕時間見直しにより、1986年11月には、最高速度引上げにより所要時間が短縮された。1988年3月には、東京21時発の新大阪駅最終列車、光、通称、シンデレラエクスプレスが、最速所要時間を塗り替えた。 1992年3月14日から最高速度実速 270km の3 0 0のぞみが運転を開始し、東京駅から新大阪駅間を2時間30分で結んだ。その後も停車駅に品川駅、新横浜駅が追加されたが最速所要時間には変化がなかった。2007年7月1日から n 7 0 0系が運転開始。 最高速度を下げることなく、在来線通勤軽車両とほぼ同等の高い、軌道化速度のほか、車体検車システム、新 ATC などを駆使し、東京駅から新大阪駅間を5分短縮した。東京駅名古屋駅間の歴代最短所要時間は2015年3月14日からの、名古屋22時12分発上り東京駅最終、望みなどの1時間33分である。 車両の最高速度はより向上しているが、同区間での営業運転での最高速度が時速 270km に抑えられてきたのは、その後に建設された新幹線各路線に比べ、曲立半径の小さなカーブが多く、最高速度のみを向上させても、到達時間短縮に大きな寄与がないためである。東京駅新横浜駅間は特に顕著でカーブと 速度制限が多く、品、鶴線と並走する品川駅、新横浜駅間の、内玉川橋梁から武蔵小杉駅、横須賀線ホーム脇までの区間には、東海道新幹線内での最も急な、最小曲線半径約500メートルのカーブが存在する。一方で、米原駅京都駅間はカーブが少なく高速、走行が可能であり、試験では955だが、 鉄軌道では日本国内最速の時速 443.0km を樹立している。この区間は一部列車について時速 330km での営業運転の検討が始まっている。2015年3月14日から23年ぶりに最高速度時速 285km に引き上げた。これにより 東京駅から新大阪駅間の最短所要時間が3分短縮された。対象は N700A 及び N700K の改造車両を使った列車である。2020年3月2日から全列車が最高速度時速 285km の N700A タイプに統一され、同月14日から最短所要時間が1分短縮された。 雪中の岐阜羽島駅を通過する列車積雪した線路を高速走行すると床下機器に付着した雪が固まって氷塊となりこれが剥がれ落ちる際にバラストを巻き上げることで車体や周辺の建築物などを破損することがある融雪対策として大量に散水すると土盛りの路盤が崩壊する恐れがある建設時点では これが大きな障害となることは想定されておらず、積雪の多い関ヶ原付近も、一般的な土盛り構造を、バラスト軌道を採用したため、十分な融雪を行うことができず、しばしば徐行や、運転見合わせを強いられることとなった。その対策として、九百六十七年冬以降に、スプリンクラーの設置が行われ、関ヶ原地区を中心とした六十八点5 キロメートルにわたって設置されている。このスプリンクラーは、付近の河川水を常温で使用し、時間雨量換算で5ミリメートルに設定されている。これにより雪の舞い上がりを防ぎ、特急料金払い戻しが起きるような大きな遅れは、最小限に抑えられた。この教訓をもとに、山陽新幹線以降の各新幹線ではバラストを用いないスラブ軌道が主体となり、 また、バラスト軌道であっても上越新幹線 H5、湯沢駅構内同様、山水に適応した高架橋構造とした。東海道新幹線は、世界的に見てもダイヤに正確な路線として知られ、一列車あたりの平均遅延時分は、約0.6から1.5分である。ただし季節ごとなどで見れば、前述のように冬は、関ヶ原の積雪、夏と秋は、台風や、 豪雨などが遅延の原因となる。正確である要因としては、基本的に単一路線であり、ダイヤが乱れやすい、他の新幹線との分岐や、在来線との直通運転がなく、使用車両の差異が少ないことが大きく貢献している。在来線からの接続列車が遅れた場合も、新幹線側が発車を遅らせて、乗り換え客を待つのは最終を除き最大5分程度を、 上限としており、列車本数の多い新幹線の定時運行を優先している。開業以来最悪の遅延記録は、2000年9月11日に、名古屋を中心に起きた東海豪雨によるものである。名古屋市周辺では一部河川の警戒水位を超える、豪雨にもかかわらず、新幹線を運休させるわけにはいかないと東京駅、新大阪駅から次々に発車させた。 各列車は徐行と停止を繰り返し、東京駅前原駅間だけで70本近くの列車が集中、5万人を超える乗客が長時間車内に閉じ込められ、列車内で夜を明かす事態となった。翌12日昼過ぎになってもダイヤの混乱は収集せず、博多発東京駅、ぞみ20号は22時間21分遅れで、 終点到着という新幹線史上最悪の遅延記録を作った。もっと早く運転を中止すべきだったと運行管理の不手際を各方面から問われ、運輸省が JR 東海に事情説明を求める事態にも発展した。当時の社長、笠井隆之は正常で適切な運行だったと発言し、避難を受け、後日撤回し謝罪した。 近年では、沿線上で、運行障害が発生した場合、始発駅、または、山陽新幹線からの直通列車は、新大阪駅から、列車の運転を見合わせる措置をとっているため、大幅な遅延は解消された。2020年3月14日、12から2から3、ダイヤ。2020年3月14日、ダイヤ改正から現在までのダイヤパターンである。 この改正での大きな特徴は以下の通りである。以下に示す時刻、運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。範例2021年3月13日からのもの。列車番号は定期列車が基本的に号数 A、季節臨時列車が3000号数 A、予定臨時列車及び、 設定臨時列車が6000号数 A7000、号数 A9000 号数 A である。東京から新大阪間の臨時、のぞみに割り当てられている号数のうち、300号以降は、九州新幹線内完結列車と重複している。また、小玉の8 2十五台も、博多南線内完結列車と重複している。ただし、九州新幹線内完結列車の列車番号には、 5000号数 A、博多南線区間列車には2000号数 A がそれぞれ与えられているため列車番号の重複はない。JR 東海は安全、正確、高頻度、高速の4つのイメージに加え、さらなる東海道新幹線ブランドにふさわしい接客サービスを目指し、2005年度よりブランドクオリティサービス運動を展開している。 2006年6月23日付の組織改正において長期的な観点から東海道新幹線の抜本的強化策を本格的に検討するため東海道新幹線21世紀対策本部を新設した当時の社長松本正幸は同本部を新設することになった経緯について 当社の発足時に比べ、東海道新幹線の輸送時にや輸送力は約4割増加しており、その社会的な役割や機能は飛躍的に高まっている。それを恒久的に維持、発展させていくためには、長期的視野に立った抜本的な強化策を検討していく必要があると説明。さらに、品川駅開業や全列車の実測2 7 0トル化など、 これまでも効果的な機能アップに成功してきた。今後も次のステップへ向けて予断を持たずあらゆるものを検討し、事故の経営体力の範囲内でできるだけのことをやっていく必要がある。利便性、サービス、輸送力の向上などいろいろな角度からあらゆる可能性について検討していくと述べている。2007年4月26日。 同年3月期決算発表の記者会見で社長の松本は同社が実現を目指している東海道新幹線のバイパスについてまずは2025年に首都圏中京圏の間で営業運転を開始することを目標に検討していくと表明した山梨リニア実験線で実用化試験を進めている超電動磁気浮上式鉄道の導入を前提に バイパス実現を図っていく方針でいる。東海道新幹線が首都、中京、近畿の三大都市圏を結ぶ大動脈を担うということを大きな使命としており、その役割を果たしているその能力が限界に近づいていることから、東海道新幹線の役割を代替するバイパスの実現を目指している。そのバイパスの実現や運営については、自らイニシアチブをとって、 実現を推進し、東海道新幹線と一元的に運営するとの立場をとっている。現在、日本の重要インフラとしての役割を担っている、東海道新幹線は、JR 東海の全収入の約85%を占め、会社そのものの根幹となっている。一方で、1987年の分割民営化時に、 国鉄から引き受けた3191億円の債務1991年に新幹線鉄道保有機構から引き受けた5兆900億円の債務は同社の経営を圧迫している。2006年度の運輸収入は1兆430億円で愛・地球博の開催された2005年度の1兆304億円を上回り過去最高となった。また、 旅客輸送人キロも444億8700万人キロに達し最高記録を更新した。この数字は JR 発足直後の1987年度の1.39倍である。JR 東海は老朽施設の更新や東海地震への対策に向け大規模補修費用を積み立てている。補修総額は1兆円近くになると試算されている。実施すべき。 大規模改修に要する期間及び、費用の総額実施すべき、大規模改修に要する期間2018年4月から2028年3月、実施すべき、大規模改修に要する費用の総額1兆1070億円、積み立てるべき、新幹線鉄道大規模改修引き当金の、積み立て期間及び総額積み立てるべき、新幹線鉄道大規模改修引き当金の、 積立期間承認日から15年を経過する日までの期間積立るべき新幹線鉄道大規模回収引き当て金の総額5000億円2006年11月より線路に脱線防止ガードを順次設置している。また、脱線防止ガード、逸脱防止ストッパ、土木構造物対策をそれぞれ工事費、約380億円、2009年10月から2013年3月までの 後期で行う。2007年3月24日、のぞみ155号が、静岡駅掛川駅間の、牧野原トンネルを走行中に、乗客の男性が非常用ドアコックを使用して、扉を開け飛び降り自殺する事件が起き、列車上下25本が最大4時間41分、遅れた。これを受け JR 東海は6月27日。 走行中に非常用ドアコックを使用できないよう改良することを決定した。2007年6月から2010年3月にかけて約8.7億円を投じ n 7 0 0系1 0編成と7 0 0系全60編成のドアコックを時速 5km 以上ではロックされ扉が開かないよう改量を行った。JR 西日本所有車両についても5 0 0系以降に 製造された車両から全県時に順次改良を落とし、その結果予定より約6ヶ月前倒しして2009年9月末をもって終了した。2018年に発生した東海道新幹線車内殺傷事件を受けて全車内に防犯カメラを設置したほか、系列企業の全日系に車内巡回乗務を委託、さらに2019年9月からは、 不足の事態に備えて、運転指令所から直接車内へ放送を行える体制を整備。2020年3月からは順次車内の防犯カメラで撮影された画像を指令所で取得できるシステムが導入される予定で、同年5月を目指して管理センターを新設し、東海道新幹線全駅の防犯カメラ画像を一元的に監視して指令所や警察へも伝送できる仕組みを 整えるとしている。利用者層は、出張や仕事で利用する人の割合が多く全体の7割に、上る。それゆえ、各種サービスはそれらを対象としたものが多い。日常利用としては、三島駅から東京方面への通勤者が多く、平日朝は、上りの小玉を同駅から約10分おきに運行させている。エクスプレス予約東海道、山陽新幹線には、 エクスプレス予約と称する年会費有料制のサービスがあり、新幹線の指定席特急券を同じ区間の自由席特急券よりも安く購入可能でスマートフォンやパソコンなどを使って指定席の予約や変更、取り消しを発車間際まで何度でも無料で行うことができる。予約した特急券は E 特急券と呼ばれ、駅にある機械で エクスプレス要約に使用したカードを入れ、パスワードを入力するだけで簡単に発見できる。サービスを受けるには、JR 東海エクスプレスカード、または J、ウエストカードへの入会が必要である。2008年3月からは、専用の IC カードを用いて新幹線に乗車できる EXIC サービスが、東海道新幹線区間に先行導入された。 その後2009年8月29日には、山陽新幹線区間への拡大導入、及び、法人会員向けのサービスが開始された。JR 東海エクスプレスカードについては、JR 東日本のモバイルスイカに追加登録するか、モバイルスイカ会員が、エクスプレス予約専用会員として事前に、追加登録することで、携帯電話一つで、東海道、 山陽新幹線の利用が可能となっている。インターネット接続車内フリー Wi-Fi 表示駅待合室のフリー Wi-Fi 表示2007年7月から投入された N700 系車両では席の下にコンセントが設けられ移動中もパソコンを使うことが可能になり、さらに2009年3月からはインターネット接続サービス、車内公衆無線ムランサービスを開始した。 乗客は NTT ドコモのドコモ Wi-Fi、ソフトバンクテレコムの BB モバイルポイント、UQ コミュニケーションズの UQWi-Fi、NTT 東日本のフレッツスポットの4つのトーシウ無線乱サービスが利用できる。2013年7月31日までは NTT コミュニケーションズのホットスポットも使用可能だった。漏えい同軸ケーブルによる通信で、 通信速度は1編成あたり最大約 2Mbps を複数の利用者でシェアする形となる。2014年6月1日から N700A の一部編成で社内無線ンサービスを使った無料動画、ニュース、電子書籍配信サービス N700 コンテンツラウンジの実証実験を始めた。社内に設置したサーバーからコンテンツを配信する仕組みである。 2018年7月25日からは、東海道、山陽、九州新幹線共通の社内、無料公衆無線ンサービス、新幹線フリー Wi-Fi が順次導入された。これは、従来の LCX で提供しているサービスと異なり、携帯電話の電波を使用して接続する形となっている。なお、社内公衆無線ンサービスは、 新幹線フリー Wi-Fi が2020年3月30日に対象車両への導入整備が完了するのに伴い同年3月31日をもってサービスを終了した。また2021年10月からは望み運用時の7号車を S ワーク車両として運用するのに伴い同車両のうち N700S で運用する7号車と8号車には従来の 新幹線フリー Wi-Fi よりも速度を倍にビジネス利用を考慮し暗号化を設定した SWi-Fi4Biz を導入する予定。このほか、従来はのぞみ停車駅に限られていたコンコース待合室に無線 LAN アクセスポイントを東京駅から新大阪駅間の全駅に拡大している。ラジオ放送再送信のぞみ光の普通車では AM 放送の NHK ラジオ第1を FM 放送に変換して再送信するサービスを実施している。パナソニックやソニー製のデジタル選曲式通勤ラジオではエリアモードで JR 新幹線の項目を選択すると新幹線内で放送されている FM ラジオを聴取できる。またグリーン車では座席に オーディオ操作パネルを搭載し、市販のイヤホンを接続して聴取可能だったが、2013年3月16日のダイヤ改正で、オーディオサービスを廃止した以降は、オーディオ操作パネルを撤去したため、普通車と同様の聴取方法に変更された。なお、走行中の地域によって、放送局が異なる。前期のダイヤ改正前は、このほか オリジナル番組が4チャンネル放送され、番組は約2ヶ月ごとにプログラムが更新されていた。JR 東海所属者か JR 西日本所属者でチャンネルごとの内容は異なっていた。同回生でオリジナル番組が廃止されて NHK ラジオ第1放送の再送信のみになっている。なお、2020年から運行している N700SK では、 NHK ラジオサービスは利用できない。東京京阪神館国土交通省の2005年発表の統計資料では最近10年間の公共交通機関の旅客輸送の動向として中長距離の輸送の具体例として東京大阪間の旅客輸送人数等の推移についての分析を行っている。これによると鉄道、航空、高速バスのシェアの推移は 1994年度には、鉄道、航空、高速バスの比率が82.9%、15.6%、1.4% 15. が、2003年度には、その比率が64.6%、32.3%、3.0% 32. に変化し、航空機が大きくシェアを伸ばしていることがわかる。この要因として、 国土交通省の資料では1994年の関西国際空港開港に伴う便数の増加や1998年に開始された京浜急行電鉄空港線の東京国際空港直下駅への乗り入れなどによる所要時間の短縮などの利便性の向上さらには規制緩和に伴う事前購入運賃やシャトル便往復割引などの運賃の多様化による 航空運賃水準の低下を指摘している。また、高速バスについては、その低廉性が、他の輸送機関からのシフトだけでなく、従来の航空、新幹線の運賃では利用しなかった、新たな旅客の掘り起こしにつながって利用者数を増やしているとしている。一方で、東海道新幹線も2003年の品川駅、開業、望み増発などによる、 利便性向上策により乗車人数そのものは増えており結果として東京大阪間を含めた中長距離帯の公共交通機関の輸送人数そのものの増加につながっていると指摘している運賃は営業キロに基づいて算出する東京から新大阪間の営業キロは並行する東海道本線のそれと同一になっている特急料金は 三角表と称するものにより、各駅間個別に定められている。一方、この各駅間の特急料金は、当該区間の営業キロに基づいて算出されたもので、ある。営業キロに対応する特急料金及びその他の特定の区間の特急料金は、以下の通り、当路線の区間には、様々な特別規格乗車券が発売されている。新幹線回数券 望みを含む全列車の普通車指定席が利用できる20枚綴りの回数券である。2003年9月いっぱいで廃止された新幹線エコノミー切符を代替する形で2003年の夏から発売開始された。多客機の利用、利用区間の変更、途中下車、乗り継ぎ割引は不可。片道あたりの値段は13,620円。 普通車自由席を利用した場合と同じで、エクスプレス要約の方が安い。2014年10月1日より、望み指定席回数券と統合する形で、新幹線回数券に改定された。新幹線自由席を早得、往復切符名古屋駅から新大阪駅間で、望み、光、だ玉の普通車自由席が利用できる往復タイプの割引切符。 乗車日の1ヶ月前から1週間前に発売。3日間有効。新幹線エコノミー切符の廃止に伴い2003年から登場した、枚数限定の片道割引切符、光、小玉自由席を早解く切符に代わって2013年10月から発売開始された。新幹線名古屋、豊橋往復切符、新幹線新城。 本流しの往復切符名古屋駅と与橋駅間で、光、小玉の普通車自由席が利用できる、往復割引切符である。乗車日当日のみ発売され、有効期限は1日間。在来線用の割引往復切符と合わせて、並走する、名鉄特急に対抗するための切り札な、料金サービスとなっている。割引率は、東海道新幹線の独特切符としては、 非常に高く、特に、豊橋駅名古屋駅間で、土休日用を利用した場合、片道あたり1,180円で、在来線片道運賃よりも安い。また、土休日日本流しの駅から新森山駅間で、この切符を使った場合、割引率は58.3%にも達する。ただし、設定された区間からの乗り越しはできない。 のぞみ J 回数券のぞみ J 回数券は、2013年10月31日まで、発売されていた東京三河安城、安城間を利用できる特別企画乗車券である。東京駅名古屋駅間は、のぞみの普通車指定席、グリーン車と、名古屋駅三河安城駅間の、小玉普通車自由席もしくは、名古屋駅安城駅、三河安城間の普通、快速列車が利用可能。 名古屋駅で、アルファベットの J のように折り返すことができるのが、この回数券の特徴である。多客機の利用、途中下車は不可。6枚綴り。1枚あたりの値段ギフ新幹線スーパー回数券。ギフ新幹線スーパー回数券は、東京ギフ、ギフ島間,間を利用できる特別企画乗車券である。東京駅、品川駅名古屋駅。 岐阜橋間駅間の普通車指定席と名古屋駅、岐阜駅間の普通、快速列車が利用可能。名古屋で、のぞみと、光、だ玉を乗り継ぐこともできる。6枚綴り出た客機は利用できない。有効期限は3ヶ月。片道1人当たりの値段と通常料金との、比較東京往復割引、切符東京往復割引、切符には、 北陸地方向けと山陰地方向けの2種類がある。北陸地区発は、北陸本線の鶴ヶ駅、金沢駅間の主要駅、東京間の往復に利用できる特別規格乗車券である。前原経由の場合、北陸線の特急列車と、のぞみ以外の新幹線列車のグリーン車、普通車指定席を利用でき、主に特急、白鷺と、 光の組み合わせに焦点を当てたものである。有効期間は7日間。多客機の利用はできない。山陰地区発は、山陰本線の鳥取駅出雲市駅間の、主要駅東京間の往復に利用できる。特急、スーパーハクトまたはヤクモ、役も、望みを含む新幹線の組み合わせに焦点を当てているが、新大特急、サンライズ出雲、セトなど、他にも、 選択可能な乗車方法がある。有効期間は出発駅によって異なる。グリーン車用の設定はなく、多客機は利用できない。東京新幹線回数券、東京新幹線回数券は、和歌山東京間を利用できる特別企画乗車券である。和歌山駅から新大阪駅間は、特急列車の普通車自由席、新大阪駅東京駅間は、 新幹線全列車のグリーン車、普通車指定席を利用できる。6枚綴りで有効期限は3ヶ月、多客機の利用は不可。和歌山からは新大阪駅よりも、関西国際空港の方が近いこともあり、若干高めの割引率になっている。片道一人当たりの値段通常の値段は、通常機に望み指定席を利用した場合、乗り継ぎ割引を、 使用新幹線エコノミーキップ過去に発売されていた回数券で光、小玉を利用することができた。2003年10月のダイヤ改正で望みが大増発されたことにより廃止された。多客機は利用不可で有効期限は3ヶ月。ヘビーユーザーを中心に人気があり、金券ショップでもバラ売りされていた。また、追加料金を払うことにより、 望みにも乗車できる設定区間もあった。フレックスフレックス、パルシン感染通勤のために発行される普通車、自由席用の定期券として、特別企画乗車券の一つとして、フレックスが発行されている。また、通学用のフレックスパルも発行されている。どちらも有効期間が1ヶ月と3ヶ月の2種類が販売されている。基本的には、 新幹線利用区間が営業キロで200キロメートル以内の区間で設定されているが、東京駅、品川駅、新横浜駅の各駅では、例外的に浜松駅までのフレックスフレックスパルが設定されている。東海道新幹線では、東京駅浜松駅間の定期券が最も高額で1ヶ月有効のフレックスで184,980円となっている。 また、フレックス区間の前後に在来線利用区間を挟んだ設定も可能であり、フレックス区間に並行する在来線区間も利用できる。フレックスは国鉄末期の1983年1月31日に発売が開始され、1986年にはフレックスパルも発売された。当初は高額のため利用が低迷していたが、 1980年代、後半のバブル景気に伴う地価の高騰、及び、それを背景として1989年の税制改正で実施された企業による従業員通勤手当支給の上限額引上げにより、地価の安い神奈川県西部や静岡県内で購入した自宅から東京都心部へ通勤する乗客が増え、フレックスの利用は急増した。その後、 景気の低迷により地価が下落し、企業が従業員の遠距離通勤を再び制限する傾向が生まれたともされるが、三島駅や静岡駅で東京駅まで約1時間で通勤可能で在来線の列車と異なり300系や700系での着席による通勤の快適性が高いことなどから新幹線通勤の需要は増している。それに合わせ、 JR 東海は特に朝の通勤時間帯に東京駅へ到着する上り列車の増発を進めた。東海道新幹線では1980年代から光や望みへの転換により小玉の本数削減が続いているが、この時間帯では例外的に増発されている。一方、この他の区間や方向では、 新幹線通勤者の絶対数が東京に比べて少ないこともあり、東京ほどの明確な通勤輸送体制は取られていない。名古屋駅や京都駅、新大阪駅などへの下り方面では、8時台には新大阪駅に品川、東京始発ののぞみが到着する制約もあり、静岡、名古屋始発の新大阪駅、 小玉3本を普通車全車自由席に設定するなどの対応は行っているものの本数自体は他の時間帯との違いはない。また、新大阪駅から名古屋駅への上りでは通勤時間帯の列車がそのまま東京駅まで運転されるため光1本を米原駅と岐阜橋島駅に停車させて名古屋駅8時台到着の両駅停車列車を3本に 増強する程度の対応にとどまっている。この項目では、特急料金が払い戻されない2時間以下の単純な、運行障害、及び列車ホテルが設定されなかった、遅延情報は取り扱わない。Y、Z ダイヤとは、片道1時間あたり、最大、光 Y 本、小玉 Z 本、XY、Z ダイヤとは、同様に、望み X 本、光 Y 本、小玉、 Z 本運行することを意味する。新幹線ホームのサボ式発車表開業前、開業以後初列車1964年10月1日の開業初日に、上り初列車の光2号では、乗客がビュフェ車にあった速度計の周辺に集まったり、車掌に時速200キロメートル運転はいつするのかとの問い合わせが相次いだ。このため、担当運転士は、 乗客や建設、開発の携わった人々の期待に応えようと、直線区間では最高速度時速 210km で連続運転した。しかし、開業当時は相当に余裕のあるダイヤだったため、新横浜駅を所定より5分も早く通過したが、終点の東京には帝国通りの到着を命じられていたため、現在の品川駅付近東京駅間で山の鉄線。 に抜かされてしまうほど速度を低くしなければならなかったという逸話が残っている。なお、この光2号には、歌舞伎役者の13代目、片岡二座右衛門も乗車していた。その他初日に起きたアクシデントとしては、光6号が名古屋駅に着いた際ドアが閉まらず10分遅れになったり、光14号が鳥海の車両基地を出た際に、パンタグラフの不具合が発生し、 新大阪駅の出発が20分遅れたが、東京駅には帝国に到着したなどがある。この他、鉄道ファンで作家の阿川博之が、東京駅8時発の光5号に乗車している。開業に合わせて、当時の各レコード会社から、東海道新幹線を歌った楽曲が発表された。朝日新聞の記事で紹介されている曲目を以下に、記す。 静岡県田形郡神奈美町には、新幹線という地名が存在する。これは、戦後の新幹線計画からの地名でなく、戦前の弾丸列車計画時代に新丹那トンネルの、工事を行うための従業員宿舎が置かれた場所である。工事終了後、従業員宿舎は撤去されたが、その後同地に、住宅団地が作られ、新幹線という地区が生まれることとなった。 同地区には新幹線公民館や観戦場、感染下という名のバス停も存在する。東京都国分寺市の鉄道総合技術研究所のある場所の地名は光町である。新幹線開発を記念し、東海道新幹線の列車愛称光から付けられたという。一般には王の万木による政治駅であり、 この位置に駅を作るためにルートを曲げたとまで言われるが、実際は、地元自治体から要請されていた、岐阜県の県と、岐阜市を通ると大きく迂回することとなるため、国鉄側は難色を示し、妥協案として、大野の仲介で、岐阜羽島駅を作ることが決まったというのが真相である。当初は、京都駅を経由せず駅の南方に新駅を設置して、 超特急は停車しないことが計画されていたが、京都市議会や地元財界などの猛烈な巻き返しにより現在のルートへ計画を変更し、京都駅を光停車駅に追加した経緯があった。阪急京都線、水な瀬駅京都駅から新大阪駅間の一部で、東海道新幹線は阪急電鉄京都本線、大山崎駅水な瀬駅間巻駅間と高架で並行している。 新幹線の建設に際し、元は地上区間だった阪急線の東側にほぼ並行して新幹線の高架を建設することになったが、淀川沿いで脆弱な地盤ということもあり、工事の影響で阪急線が地盤沈下する可能性があった。そのため阪急線の高架化工事も同時に施行し、並行させることになった。その過程で、 東海道新幹線の開業前の1963年4月から12月の、相場、大阪梅田方面は4月24日から12月14日まで、京都河原町方面は5月10日から12月19日まで、先に完成していた東海道新幹線の、高架線路を、阪急線工事中の仮線として用いて、仮設の駅ホームも設置して、暫定的に、 阪急の車両を走らせていた。これは、阪急電鉄の路線が、新幹線と同様の標準機だからこそなし得たことで、あった。よって、新幹線の線路を走った初の営業列車は、阪急京都本線の列車ということになる。参考までに当時この区間を走行した車両のうち、阪急2300軽電車は2015年3月下旬に、 全車引退するまで、最後まで残った、新幹線の線路を走った、阪急電車であった。この時期に同線に乗車した、川島慶造の証言によれば、初期のうちは、地盤が固まっていないため減速運転を行っていた、ものの、後期になると、京都本線の最高速度である時速110キロメートルで、走行するようになったとされている。その後、 阪急線用の高架線路も完成したことから、それぞれの線路は本来の目的に使われるようになった。山陽新幹線の博多会行事には、それまでのビュッフェ車に加えて、食堂車が導入されることとなった。食堂利用客と車内通過客との分離を図る観点から、仕切り壁によって山側に通路を設けることとなったが、当初は仕切り壁に、 窓が設置されていなかった。このため、1974年9月5日に行われた導入発表時の記者会見でも、記者から、食堂車からは、富士山が見えないのではとの質問が出たが、これに対して、多分、少しは見えるはずですと回答したため、見える見えないと論争となった。その後、 博多開業直前の1975年1月20日の1月23日に行われた直通運転試運転で同乗した記者人が安倍川鉄橋付近で死人するという一幕があり、わずかながらでも海側から富士山が見られることが確認されたが、開業後には利用者から車窓から富士山が見えないというクレームが相次いだため、 1979年から仕切り壁に窓を設置する改造が行われた。しかしながら、実際には、富士山より、食堂車で食事をするために並ぶ、人々の列の方が目立ってしまったという。2008年9月18日より、東京駅の14.15番線ホームにおいて、2003年11月まで、使われていた、のぞみの始発駅。 終着駅到着前の車内チャイムを発車メロディとして試験導入した。313系電車、キハ25系機動車などの車外メロディを除けば、JR 東海管轄駅では初にして唯一の発車メロディ導入となる。これは駆け込み乗車の防止を狙ったものであり、従来の電子ベル使用時と比較し、一定の効果を上げた。その後2008年中に、 東京駅東海道新幹線の全ホームの発車ベルがこの発車メロディに切り替えられた。ただし、現在も東京駅以外の駅には在来線も含めて導入されておらず、JR 西日本が山陽新幹線全列車停車駅に導入した発車メロディも JR 東海管轄の新大阪駅のみ導入が除外されている。 大阪貨物ターミナル駅付近にある未完成の構築物東海道新幹線の建設費を捻出するため国鉄は世界銀行から8000万ドルの融資を受けているがこれと並行して東京大阪間を5時間半で結ぶ貨物新幹線の運行構想が計画当初から存在したしかしインフレーションの影響で費用が 当初の2倍近くに膨れ上がったことを理由に、国鉄は、用地の買収と一部の工事を実施した後、計画自体を断念した。300系による時速270キロメートル運転の開始から間もない1993年4月4日、のぞみ304号が、岐阜羽島駅通過時にバラストを跳ね上げ、上りホームにいた乗客に当たり負傷させる事故が、発生した。 さらに4月30日には、豊橋駅通過時にもバラストが、乗客に当たりけが人が発生。これに抗議して一部の組合がバラスト、跳ね上げ防止ネットの取り付けなどを要求し、望みの駅通過時の速度を、時速 270km から以前と同じ時速 220km に、減速して、運転を行った。JR 東海側はこれをサボタージュであると位置づけ、 バラスと飛散防止処理を行った上で問題の、組合員運転手を勤務から外し、賃金をカットした。この件は、組合側から不当労働行為であると裁判が起こされたが、最高裁判所まで争われた結果、JR 東海側が勝訴した。国鉄の分割民営化後は、東海道新幹線が、JR 東海の重要な収益源となったこともあり、 1987年から1992年まで全国向けにシンデレラエクスプレスをはじめとするエクスプレスシリーズとして東海道新幹線のイメージ広告を展開した各 CM の詳細はそれぞれの項目を参照また2003年の品川駅開業時にはアンビシャスジャパンと銘打って久々に全国的キャンペーンを展開 社内チャイムの変更や JR 東海所有の 700K の先頭車にキャンペーンロゴを掲出するなどメディアにとどまらない広告戦略が取られた東海道新幹線が主な舞台となった作品も複数制作放送されている通過する自治体1964年10月1日東海道新幹線が開業した当初のダイヤで1から1ダイヤ 一から一パターンダイヤと呼ぶ。当時、長距離を走る特急列車へのパターンダイヤ導入は、日本は元より、世界でもほとんど例がなかった。上下とも浜松駅で、小玉が光を対比するダイヤとなっている。1日の総列車本数は60本で、その内訳は以下の通りである。1965年10月1日暫定2から2、ダイヤ。光。 児玉とも、毎時日本に増発される。児玉の、光対比回数が、暫定的に2回となり、両列車の停車駅が完全に固定されていた。時代としては珍しく、対比箇所が上下で異なったダイヤとなった。ただし、東京駅、新大阪駅発車の時刻は、同年11月1日からの正式な2から2ダイヤと、同じである。 1>, 1日の総列車本数は86本で、光が12本、小玉が14本増発された。この暫定2から2ダイヤはわずか31日間のみ、使用された新幹線史上最短の正式なダイアグラムであった。1965年11月1日タ2から2ダイヤ。毎時4本に増発。暫定2から2ダイヤをさらに強化させ、 光の所要時間を4時間から3時間10分に短縮。小玉の対比回数を1回に戻した上で、対比実施駅を上下とも静岡駅のみに統一し、所要時間を5時間から4時間に短縮。また2から2ダイヤのパターン外を呼び、不定期列車扱いながらも、東京駅や多ミ駅間で、運転の区間、小玉が設定された。 ツ日の総列車本数は不定期列車を除き110本。1967年10月1日3から3、ダイヤ。7から8時台と17から18時台は、光、小玉が共に20分間隔。それ以外は、従来の2から2ダイヤで運転。同回正より、ダイヤを平日用と休日用の2本立てとする。上下とも静岡駅と岐阜羽島駅で、小玉が、 光を退避。1969年4月25日実施の三島信号場からの昇格による三島駅開業により、小玉の東京駅から新大阪駅間の所要時間が10分、伸び、4時間10分になる。小玉の東京駅の発車時刻を10分早め、新横浜駅で後続の光を退避するように変更。三島駅異性のダイヤは変更なし。 また、熱海駅発着の、小玉を、全列車三島駅発着に変更した。1969年10月1日3から6、ダイヤ。小玉が1時間あたり3本から6本に倍増。東京駅を10.3050分に発車する、小玉は、小田原駅、静岡駅、岐阜羽島駅で、15.3555分に発車する、小玉は、新横浜駅。 三島駅、豊橋駅で、光を退避する。1972年3月15日4から4、ダイヤ。光、小玉とも15分間隔となる。山陽新幹線が、岡山まで開業し、1時間あたり、光3本が、山陽新幹線へ直通する。小玉は、最大毎時6本から毎時4本に本数が減ったが、16両編成下で、 輸送需要に対処した。1975年3月10日、変速4から4ダイヤ。東京駅の15番線増設工事が完成していなかったため、5から5ダイヤから1本ずつの光と小玉をまびいた形とした。小玉の対比回数が5回に増え、所要時間が4時間14分に伸びる。山陽新幹線が博多まで開業し、1時間あたり、 光2から3本が山陽新幹線へ直通。1976年7月1日後から5台や。ただし、光が毎時5本運転されるのは朝夕のみで、小玉は混雑する時間であっても毎時4本の設定となっている。新横浜と静岡に光が1往復が停車。1時間あたり光3から4本が 山陽新幹線へ直通。総列車本数は275本で、その後10年間の最大記録を記録する。1980年10月1日、小玉が利用率の低下から12本削減される。この削減により、ダイヤに余裕ができたため、光の小田原駅、浜松駅、豊橋駅、岐阜橋島駅停車が実現する。 1985年3月14日6から読んだや、光の停車駅見直しが行われ、選択停車ではあるもののすべての駅に光が停車するようになる。1986年11月1日これまで時速 210km であった最高速度を時速 10km 引き上げて時速 220km とし、 東海道新幹線では初めて速度向上を実施した。これにより、光の最速列車はついに3時間を切り2時間52分、最速列車の標準に所要時分は2時間56分となった。また、小玉の最速列車もついに4時間を切り3時間52分運転となった。1988年3月13日新駅として、 小玉のみ停車する新富士、掛川、三河安城と、光の一部も停車する新尾の道、東広島の5駅が開業。また、東海道新幹線区間での、光の最速列車が当時としては限界にまで、切り詰めた2時間49分となる。1989年3月11日7から、読んだいや。1992年3月14日8から、 三ダイヤ。のぞみが東京駅から新大阪駅において運転を開始したが、これは早朝、深夜の4本のみで規格ダイヤ帯の前後を走る列車に止まった。1993年3月18日1から7から3ダイヤ。この日のダイヤ改正で、光を1時間に1本置き換える形で、のぞみが東京駅博多駅間において運転を開始した。 のぞみは、静岡駅と前原駅で、光を追い抜く。1996年3月16日続行、1から7から3ダイヤ。この日のダイヤ改正で、のぞみの運転本数が1時間に1本から最大2本へと、増加した。東京駅零零分発の定期列車が一部時間帯を、除いて消滅。前原駅停車の、光を、岐阜発島駅にも停車させ、 小玉の毎時一本が東京駅名古屋駅間の運転となった。2001年10月1日3から6から3ダイヤ。この日のダイヤ改正で東京駅から新大阪駅間の光一本を望みに置き換え望みは約30分間隔になった。2003年10月1日7から2から3ダイヤ。この日のダイヤ改正で 品川駅が開業し、望み主体のダイヤとなり、全列車の最高速度が、時速270キロメートルに統一された。また同改正より、全列車に自由席が設けられた。2005年3月1日8から2から2ダイヤ。2008年3月15日8から2から2ダイヤ。朝の上りと夜の下りには、1時間あたり、望み8本、光2本。 小玉2本の最大12本が運転される日もある。このダイヤ改正では、全列車が品川駅、新横浜駅に停車するようになり、光の停車パターンが見直され、岡山発着列車と新大阪発着列車の停車パターンが入れ替えられ、浜松駅は日中は毎時1本停車となった。2009年3月14日9から2から2ダイヤ。 朝の上りと夜の下りには、1時間あたり、望み9本、光2本、小玉2本の最大13本が運転される日もある。判例2012年3月17日9から2から2ダイヤ。2012年3月17日ダイヤ改正から2014年3月14日までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は、以下の通りである。 以下に示す時刻、運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。判例2014年3月15日10から2から2、ダイヤ。2014年3月15日ダイヤ改正から2015年3月13日までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は以下の通りである。 以下に示す時刻、運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。反例2015年3月14日10から2から2ダイヤ。2015年3月14日、ダイヤ改正から2017年3月3日までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は以下の通りである。以下に示す時刻、 運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。判例2017年3月4日10から2から2、ダイヤ。2017年3月4日、ダイヤ改正から2018年3月16日までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は以下の通りである。以下に示す時刻。 運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで早朝、深夜は若干異なる。判例2018年3月17日中から2から2ダイヤ。2018年3月17日ダイヤ改正から2019年3月15日までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は以下の通りである。以下に示す時刻。 運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで早朝、深夜は若干異なる。判例2019年3月16日中から2から3ダイヤ。2019年3月16日ダイヤ改正から現在までのダイヤパターンである。この改正での大きな特徴は以下の通りである。以下に示す時刻。 運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。判例1964年10月1日1967年10月1日以降は、臨時列車1972年3月15日かきは定期列車のみ、臨時列車は光、小玉ともに400番台。ただし、 東京駅名古屋駅間の小玉は211の220号。東京駅三島駅間の小玉は241の250号。 1994年12月3日、1997年11月29日、2003年10月1日、2006年3月2008年3月15日、2009年3月14日、2010年3月13日、2012年3月17日、2013年3月16日、2014年3月15日、2018年3月17日列車番号は、定期列車が、基本的に号数 A。 季節臨時列車が3000号数 A、予定臨時列車及び、設定臨時列車が6000号数 A7000、号数 A9000 号数 A である。東京から新大阪間の臨時、望みに割り当てられている号数のうち、320号以降は、九州新幹線内完結列車と重複している。また、小玉の8 1 5台も、博多南線内完結列車と重複している。 ただし、九州新幹線内完結列車の列車番号には5000号数 A、博多南線区間列車には2000号数 A がそれぞれ与えられているため、列車番号の重複はない。ありがとうございます。